フランシスコ海約聖書は、フランシスコ海聖書研究所による日本語訳聖書のことである。主にカトリック教会で用いられる。フランシスコ海聖書研究所が、聖書原文工程による口語訳として刊行している日本語訳聖書であり、詳細な注釈を付した文刷版が順次刊行され、その後に合刷版が刊行されている。 文刷版は、詳細な注釈を持った日本語訳聖書としては、初めてのものであり、そのような聖書は2020年現在でも、岩波委員会訳聖書や田川健三による、日本語訳などわずかしか存在しない。この翻訳ができる以前には、カトリック教会による、日本語訳聖書としては1910年に、発行されたパリ外国宣教会のエミール・ラゲによる、文語訳のものと、 1964年に発行された、サレジオ会のフェデリコ・バルバロによる、口語訳のものがあった。しかしながらこれらの日本語訳は、カトリック教会としての公認訳ではなくあくまで私訳個人訳けであり、内容的にもラテン語訳聖書であるブルガータをもとにしたものであるため、旧訳聖書は、ヘブライ語から、新訳聖書はギリシャ語から、 それぞれ直接訳したとされている日本聖書協会による口語訳聖書と比べるとかなり見劣りするという評価もあった。1955年に開催された全国教区長会議においてカトリック公認の日本語訳聖書を作ることが決定され、1956年にフランシスコ会の聖書研究所において聖書翻訳の事業が開始された。 二年後の1958年に最初の文冊版である創世記が出版された。当初の計画では、旧約新約全聖書の翻訳を10年以内に完成されることを目標としていたが、第一巻の刊行までに予想以上の時間を要しただけでなく、第二巻以降の刊行も予想以上に進まず、概ね、文冊が毎年一冊ずつ出版されるという状況であった。 そのため、当初は、旧約聖書全巻の翻訳を終えてから、新約聖書の翻訳に取りかかる予定であったが、旧約聖書の翻訳作業と並行して、新約聖書の翻訳が行われることとなり、1962年に、新約聖書の文冊第一巻、マルコによる、福音書が出版された。その後もおおむね、文冊が、毎年一冊ずつ出版されるという状況は、 変わらなかったため時間はかかったものの、1978年には、新約聖書全館の翻訳が完了し、1980年に、新約聖書全館を一冊にした、合冊版が刊行された。なお、エキュメニズムの成果として1980年には、共同訳聖書が、1987年には、新共同訳聖書が完成し、カトリック教会は、 自身の公認の日本語聖書を持つことになったが、その後もフランシスコ海聖書研究所による翻訳事業は続けられており、2002年にはエレミア書の刊行をもって旧約聖書全巻の分冊版の刊行も終了した。そして2011年8月に旧約聖書全巻、新約聖書全巻を一冊にした合冊版が刊行された。 このフランシスコ会役の完成がこれほどまでに遅れた理由としてフランシスコ会聖書研究所の所長であったー・シュナイダーが共同訳聖書委員会の委員長となったのをはじめとしてカトリック側の多くの人材がほぼ同時期に始まった共同訳のための作業に差し出されたことが挙げられている元々はラテン語訳聖書であるブルガータから翻訳された 各国語版聖書を持つことが多かったカトリックにおいても1943年に出された教皇ピオ十12世の開直等により聖書はヘブライ語やギリシャ語などの原点から直接翻訳することが望ましいとされるようになっていたフランシスコ会聖書研究所分冊聖書37巻を一冊に合本キリスト新聞社ホームページ 2021年9月23日閲覧。和田栄一、新共同訳とフランシスコ会訳、聖書翻訳研究30号、日本聖書協会、2006年10月。ありがとうございます。